よサンタクロースハライドブラザーズです。よろしくお願いします。ということで今回の企画なんですけども、笑ってはいけないブラジリアンワックス。笑ったらこのなるね、確かに。そうそう、加えてね、加えてこの音が鳴ったらアウト、アウト、アウト、罰ゲーム。そう、玉川一気飲み。玉川、玉川で、これ今回使うブラジリアンワックスです。これをどうしようか、コンプライアンス的にどこに使おうかという。足か腕か脇、やっぱり鼻毛じゃない？え、違う違う、そういうのじゃないから。あれはなんかビャンっていけるようになってるけど、これはちょっと違う。違う、あ、そうなんだ。そう、な、塗ってみたいな。そう、塗ってその貼ってパンって。そうそうそう、規模が鼻は無理だから。でもみんなの毛がある場所に割らない、特に毛が生えてるか。そうそう、で、コンプライアンス的にどこなら乗せるかなと思って、やっぱギリギリのゾーン、脇がいい、ね、脇かなっていうのが思って。で、脇やったらやっぱそんな支障出ないじゃん。入ってないよ。ということで、脇かな。じゃあ脇にこれをめちゃくちゃ塗りたくって、ね、ビャッとやっていく。まあ、ない、生えてないやつも一応やってみよう、一回つけて、ペリッペリッってやってるところを見て笑っちゃダメだよっていうことね。で、されてる方もその痛みとかで笑、うん、吹いちゃいけないよってことでしょ。じゃあ合計吹いた回数とかにする。あ、そう、最終的にね。そうね。え、それ自分で行く、剥がしてもらう。じゃあ、一応スタッフの方にやってもらうということで。そうですね。なんと今回罰ゲームの方がですね、ブラジリアンワックスで眉毛を片方全部いきます。プラスなんかご家庭の、まあ、おうち時間みたいのを使った、なんかその料理動画とかメイク動画みたいなちょっとこっぱずかしいやつを一人で撮ってもらうっていう罰ゲームがあります。マジマジ片方そう、全部いく。マジ、どういうこと。こうやってこれでいくんで、全部抜けるまで。いや、わかんない。一回、一回で抜けなかった。一発、一発だけ、一発でしょ、一発やるということで。最近生えてきたばっかりなんじゃないの。そうだよ。よく持ってきたの、その片手。かけるものは。じゃあ、行こう。それ、行こう。行きだ。それでやっていきたいと思います。せーの、カンカン。はい、ということで準備ができたので、早速やっていきたいと思います。回していく。よー、じゃあ、行きますか。はい。よーい、スタート。いきますよ。せーの、せーの。泣いてんだけど。泣いてる。あの人が悪いよ、あの人が悪いよ。よー、じゃあ次いきます。2人目いきましょう。お願いします。
あれ？眉毛にしましょう。そしたら罰ゲームになったらワンチャン両方いけるから、ね、全然それでもそれいけるから。じゃあお前、ただ今んとこお前がダントストップ。全部塗っちゃったらいいんじゃないですか。一通り終わったんですけども、はい、結果発表しますか。はい、結果発表していいですか。はい、測定不能っす。ん、測定が不能。結果発表測定不能。測定不能なので、じゃんけん、まあ、負け二人が、負け二人が罰ゲーム。眉毛ブラジリアンワックス。そうそうそう、片方だけ。それよりひどい。で、もしかしたら2ヶ月生えてこんや。もう一人が一人で企画、一人企画、おうち時間、さっき言ったやつね、うん、おうち時間するって感じで。はい、ぶっちゃけでも嫌じゃないですか。まあ一人企画だったらまだブラジリアンワックスはマジでいい。いや、一人企画もきついんだわ。きついか、ご飯作るの。そう、ダサいだわ、なんかグループ YouTuber が散々色々やってきたのに一人でご飯作る。ここに来てナイトルーティーンみたいな。いきなり超ダサいでしょ。うん、うん、確かに。そうだね。何やってんのお前ってなるし、何やってんの俺ともなる。眉毛だけは絶対避けなきゃいけないで、ね、同じぐらい嫌だわ。勝つしかないってことね。そうそう。じゃあ加えて。眉毛。そうだよ。眉毛と一人企画、おうち時間やってもらいます。
じゃあレイ眉毛なんだけど眉毛できる。じゃあマジでおでこ上げてこのコウキの残り液でいくわ。残り液で取れるかな。それも嫌よ。行こう。え、ちょっと本当に何すごい最後逆にどこだったらいい。何が眉毛以外チョウでどう手を打たんか抜くってことか。チンどうじゃチンじゃあするか。俺塗るからショー俺らなんだ。じゃあ早速塗っていきたいと思います。やっぱ顔頂上だね。あ、失礼します。いやこれやばいわ。痛い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 。じゃあショー抜いてあげて。こっち見てるみたいな。三二一でいくよ。お願いします。いくよ。十。三二一。いやどう？まあ生きのいいのかな。